ラボプレゼンツ美と健康をお届けするチュラカーギレディオ。お相手は鍼灸師の川野達也です。よろしくお願いします。この番組は美容鍼灸整体サロンラボーテの鍼灸師川野が美容のこと、健康の有益な情報などをリスナーさんに発信していく番組です。またメッセージも受け付けております。疑問質問、美と健康についてね、教えてほしいことなんかもどんどんメッセージ受け付けております。メッセージはインスタグラムの DM から那覇美容鍼灸整体と検索していただくとラボーテのアカウントが見つかります。ラボーテのアカウントをフォローしていただき DM よりメッセージをお待ちしております。ということで、さあ7月は中旬に差し掛かりましたね。もう毎日暑い、もうとにかく暑い、もうね溶けそうっていうね、意見がたくさんよく聞くんですけれども、本当にねもう体がね、これもう本当に疲れますね。この暑さでやっぱりね疲れてくるので、なかなかね外でね遊びに行きたいなと、遊びに行きたいんだけどもなかなかね、このまた熱中症も怖いしで、特にね、小さなお子さんがいる方っていうのは本当に大変な季節だと思いますね。子供はねもうエネルギーの塊ですから、もう体をとにかく動かしたいんですけど、やっぱ熱中症ね、親としては熱中症も怖いですし、やっぱりね毎日熱中症で倒れて運ばれるっていうニュースもね、よく目にするので、やっぱりねちょっと、お外の公園で遊ぶのはちょっと怖いなっていうところもあると思うけれども、やっぱり子供ですからね発散させないといけないっていうのがあってね、困ったなというね親御さんもこの時期は多いのではないでしょうか。はい、そこで朗報です。はい、室内で遊べる遊具施設がなんとパレットくもじにオープンしました。パレットくもじ7階に、ザ・キッズというね、遊具のね、子どもたちが遊べる施設がオープンしたんですけれども、このザ・キッズは全国展開してます、全国各地ね、あるんですけれども、今回7月5日に沖縄初上陸ということでパレットくもじの7階に、オープンしました、巨大なジャングルジムや、またボールプール好きでしょう子どもたち。なんかねもうボールのもう本当にプールでねその中にこう飛び込むっていうね、子どもはね大好きなんですけれども、ジャングルジム、ボールプール、また滑り台、トランポリンと乗り物遊具などなど、体を動かして遊べる遊具がいっぱいあるということで、また何度でも遊べるフリープレイゲーム機なんかもあるそうです。雨の日もね、室内だから安心して遊べるということで、お子様、小さなお子様特にね、喜ぶんじゃないでしょうか。またね、飲食できる休憩コーナーなんかもあって持ち込みも可能ということで、大人もね子供が遊ぶ姿を、見ながら、くつろいで、楽しめるんじゃないでしょうか。暑い日はねもう本当に室内でねこうやって、遊べる方が、まあお子様のこともね体のことも考えたら安心なのかなと思いますので、ぜひ親子でね楽しめる施設になっていますので、ぜひ行ってみてください。料金、平日子どもは1000円で保護者は500円になります。土日祝は子どもは1500円で保護者は変わらず500円で、受付を済ませると出入りは自由だそうなので、まあお買い物がてら、お子様を遊ばす、いいね施設だと思いますので、ぜひぜひ行ってみてくださいね。子供こういうとこ好きですよね。本当に室内遊園地というかね、室内、遊具のね、はい体はね夏でもやっぱ動かさないといけないので、はいちょっと安心してね、いっぱい動かせるところっていうのは大事だと思いますので、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、またねたくさんの DM をいただいておりますので、順番にご紹介していきます。23歳の女性、下っ腹がぽっこりして気になります。水着を着たい季節なんですけども、その下っ腹が出ているのが恥ずかしくて着れません。美容整体でなんとかなりますか、ということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、なりますね。この時期薄着になりますからね、本当にね、この方言われてるみたいに水着もそうですけれども、薄着になるとね、特に体型拾うタイトなね洋服を着たかったりね、すると思う。 T シャツにしてもね、全部ダボっとしたねものしか着れないっていうのもちょっとあれですから、やっぱりねちょっとタイトな、ものも着たい時もあると思いますけれども、どうしてもね、体型拾う服っていうのは下っ腹も目立ってしまうので、このようなお悩みっていうのが非常にね多いと思います。はい、美容整体はですね、まずまあよく言われる歪みですね。歪み、骨盤とか、また背骨、肋骨なんかの歪みとか、ズレっていうのがあるんですけれども、それをしっかり整えて内臓をね、持ち上げれるように骨格、骨盤、肋骨をね、締めながら、整える、元の位置にしっかり戻すっていうやり方をするので、下っ腹もすっきりします。本当にね効果がありますので、ぜひ受けてみてくださいね。下っ腹ぽっこりっていうお悩み、非常にね、女性も男性も多いと思いますので、ぜひラボーテにこうやってね、ご相談いただいて一度施術を受けてみてください。はい、続いてまいります。25歳女性、顔が全体的に暗くてくすんでいます。色黒ではないのにくすみが、あって、そのせいで化粧のりがよくありません。美容針でなんとかなりますか、ということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、なります。美容針ではね、もうたくさんね、美容針って効果あるんですよ。リフトアップだったり、むくみの除去だったりっていうのもあるんですけど、美容針のもう一つの特徴はこのくすみにもよく効きます。くすみっていうのは結局ね、老廃物が、うまいこと流れてない状態、要はね、古い血って言ったらあれなんですけれども、二酸化炭素を多く含んだ老廃物、古い血っていうのはね暗いんですよね。色が暗いで、目の周りとか皮膚の薄いところっていうのは特にね、その暗い、血液っていうのが、目立ちますから、それがくすみになっていることが多いです。なのでこの老廃物をしっかり流して、新鮮な血液をねお顔に流すように施術していきますので、トーンアップがしっかりと期待できますね。なのでぜひ一度美容針を受けてみてくださいね。お顔のくすみっていうのは本当にね、老け顔のもう代表的なね、もうくすんでるとやっぱそれだけでもね、年齢が、実年齢よりも高く見えてしまうので、本当にね、いいことないので、まずはねこのトーンアップっていうのをしっかりね、目指しましょう。もうねトーンアップしたお顔っていうのは化粧のりも抜群に良くなるので、はい、ぜひねこのようなお悩みの方も一度ラボーテにご相談ください。はい、まだまだねたくさんちょっとお悩みいただいているので、読ませていただきます。あ、この方もくすみですね。27歳女性、目の下のくすみがずっと気になって、朝お化粧するとき、鏡を見るときも憂鬱です、ということで、この方は一度ご覧いただきましたで、感想いただきました。初めて美容針をしました。痛いのかなとか怖いなって思ってたんですけれども、全然そんなことなくて、もう施術が終わったのっていうぐらい本当にね痛みを感じずに、気持ちよく施術を受けることができました。でその日の夕方から、くすみがましになって、次の日朝起きた時、顔が明るくなり、お化粧もバッチリできました、ということでお喜びの声までいただきました。ありがとうございますね。本当にねこの先ほど言った通り、くすみが消えると本当に化粧のりって抜群に良くなるので、今よりもねワントーンツートーンアップね、本当にお顔が明るくなるとね印象がガラッと変わりますので、ぜひぜひ、受けてみてください。もう美容針でもね、そのお悩みに沿ってね、打ち方だったりとか、また狙う場所、施術するポイントっていうのがあるんですけども、お悩みに合わせたその方の肌の質感とかね、それをね、触診しながら見ていくんですけども、あなたに合った施術をしっかりさせていただきますので、どんどん遠慮なくねこういうお悩みは、ラボーテにねぶつけてください、ね、しっかり改善に持っていきますので、ぜひぜひ、どんどんねお悩みは、ご相談ください。はい、次男性、32歳男性、同級生になんか疲れてるね、老けた顔してるよって普通言わないですよね、人にね、なんか老けてるねって言われたそうで、ほうれい線も気になりますということで、ちょっとねこの方ショックを受けておりました。で、ラボーテの美容針でなんとかなりますかというご質問をいただきました、ご質問ありがとうございます。はい、なんとかなります。はい、老け顔ね、これも男もね老けたなって言われたくないです。やっぱりね若いねってね、若々しいねってやっぱ言われたいんでね、男性もね女性も一緒ですけども、やっぱりいつまでも若くいたいので、32歳まだまだ全然若いですから、ちょっとねこれねお顔も疲れてたんだと思うし、先ほど言ったみたいに血色がね、悪かったり血流が悪い状態だとお顔もやっぱりくすんだりとかね、老け顔の一つの原因になりますから、そのねラボーテの美容針ではこのねトーンアップも含めて、疲れてるところ、お顔もね筋肉なんでやっぱ凝るんですよ。で一日中例えばパソコンしてたりしたら目も使いますし、目の周りの筋肉っていうのも非常に硬くなってね、表情も硬くなるし、実際見た目もね本当に老け顔になりやすくなるので、そういうところをしっかりアプローチしていきます。はい、なので、老け顔ね、特に人に指摘されるとね非常にねこれショックだと思いますので、ぜひねラボテにご相談ください。必ず変わりますからね。はい、ということでたくさんのお悩みありがとうございます。ここで1曲流します。はい、それでは、まだまだね、お悩みたくさんいただいておりますので、ご紹介していきます。ちょっとねこのお悩みははい出産された方、女性の方はね非常にこれね言う方多いので、女性の方特に聞いといてください。26歳女性、去年12月に、子供を出産しました。おめでとうございますね。お子様、生まれたねおめでたいことなんですけれども、明らかに椅子に座った時におかしいですということで、ご本人の感覚がねもう座った時におかしいということなんですけれども、自分でも、出産してから骨盤が歪んでいる気がします。体型も戻るか心配ですということで、なかなか体型が戻らないっていうお悩みと、座った時のね骨盤の当たる感じというか、座骨っていうね骨があるんですけども、そこでね、人間って座るんですけども、その座る感覚がおかしいということでお悩みいただきました。はい、非常にねこれ出産もう経験ある方はね分かるなっていう方多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね、産後のねお話ちょっとさせていただきます。まずね妊娠出産、するにあたって産道をね広げるためにリラキシンというね、出産には欠かせないホルモンが分泌されます。でそのリラキシンがあるから、お子様ね、赤ちゃんが生まれるんですけれども、そのリラキシンのホルモンによって関節をね緩める働きがあるので骨盤が柔軟になるんですね。だから出産するにはもちろん必要なものなんですけれども、骨盤が柔軟になって可動域がね、可動範囲が過剰になってしまって、これが歪みの原因になりますね。また関節痛なんかの原因にもなって、この歪みずれ、骨盤のずれだったり歪みっていうのが起こると、腰痛、また体型が戻らない原因の一つになります。なので、骨盤矯正、産後のね骨盤矯正ってした方がいいのっていうご質問をよくいただくんですけれども、はい、必ずした方がいいです。で、産後ね、2ヶ月から6ヶ月の間っていうのが、骨盤矯正特にね、戻りやすいのでこれゴールデンタイムなんですけれども、産後1年以上経ってもね、2年経ってもご安心ください。ラボーテではしっかりアプローチできますので、体型が戻らない、子供を産んでからずっと体型が戻らないっていうお悩みの方もね、諦めないでぜひねご相談ください。はい、だから骨盤が歪む、その産後ね、体型がおかしいっていうのはこのリラキシンというホルモンが原因だったというね、いうことです。なので、出産するために必要なものなんですけれども、やっぱりそれがゆえに、関節が緩んだり歪んだりね、することが一つね体型が戻らない原因になっておりますので、もう産後はねしっかりラボーテはアプローチできますのでね、産後骨盤矯正ぜひね、お悩みの方受けてみてください。はい、続いてまいります。27歳女性、20代前半に比べて、目が小さくなっている気がします。特に太ったりしていないのですがなんとかなりますかということで、この方実際にご来院されました。でね、おでこの筋肉ね、で上のまぶたの筋肉のこの辺ね、目をしっかり開けるために必要なところっていうのを美容針でアプローチさせていただきました。はい、でお喜びの声いただいております。びっくりするぐらい目が大きくなりましたということで、目がねしっかり開くようになったっていうのをね、ご自身でも、しっかりね、分かってもらいましたね。目が開きやすいのが自分でも分かりますということで、セルフケアっていうのもねしっかりレクチャーさせてもらって、それも毎日やってますということで、目がね本当に大きくなりました。実際目が大きくなったというよりかはもうまぶたがしっかり開くようになったので、本当にねガラッと印象変わりますね。目がしっかり見開けるようになると、本当にね、表情も明るくなりますし、人からの印象っていうのがガラッと変わりますからね、ぜひぜひこうやって目が小さくなってますってね、本当にこれ女性も男性もあると思うんですけども、本当にね目の疲れだったりとか、またこう普段ね自分の表情ってこれ癖があるんで、なんかこう眉間にしわを寄せる、別に何かがね理由があるわけでもないけど眉間にしわを寄せる癖だったりとか、まあ、単純にお仕事の目の疲れだったりとかいろんな要因があるんですけれども、はい、まぶたが開きにくいってなると、ね、実際にやっぱりね、見え方としては目が小さく見えちゃうので印象がねやっぱりあんまり良くない、何か怒ってんのかなとか疲れてんのかなとか眠いのかなとかっていうね、どうしてもマイナスの印象になってしまうので、しっかりパッチリね、目が、開いてまぶたがしっかり開いている状態っていうのはね、人からも好印象ですし、自分もね鏡見た時にね、すごく自信の持てる表情になると思いますので、ぜひねこういうお悩みの方もラボーテにご相談ください。はい、ということで、エンディングになりましたね。本当にね暑い日が毎日毎日もう本当にうだる暑さというのはこのことだなというぐらい本当に暑いんですけれども、しっかりね水分とって毎日のようにね熱中症でやっぱり運ばれる、ね、救急車で運ばれるっていうニュースも目にしますから、皆さんね、くれぐれも気をつけてください。水分塩分ね、しっかりとって涼しいところってねお外に出ればもう涼しいところってなかなかないんですけれども、本当にね、室内でも熱中症になりますから温度管理と水分補給っていうのはくれぐれも気をつけてください。はい、それでは今日も元気にね、暑いですけど、一日乗り切って頑張りましょう。また来週も元気にラジオを聴いてください。それではバイバイ。